こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。防衛大学卒業式に安倍総理と後の防衛大臣が出席。若き隊員たちの門出を祝福し、これから日本の防衛を背負って立つこと意義を問いただした。今年は最先端技術の装備品が収益している。もちろん護衛艦間や収益でイージス艦での迎撃能力がまた一つ上がった。ミサイル防衛には欠かせない護衛艦の必須だ。次世代潜水艦双竜型雨竜が引き渡され、呉基地に向かった。ご存知の通り、リチウムイオン電池搭載艦で、世界でも類を見ない。静粛性を持った通常動力型潜水艦になる。無論最強だろう。日本では2020年オリンピックが開催される予定だが、今雲行きが怪しくなってきた。ブルーインパルスによる五輪マークを空に描く映像は心に残った。このブルーインパルスは航空自衛隊でもトップ中のトップの人だけが、パイロットになる。憧れのパイロットとなる。小さい頃に憧れたこのポジションで腕を上げながらアクロバティックな映像を地上の人に届けるのは至難の業ではないらしい。では、このブルーインパルスについて話していこう。航空自衛隊松島基地、宮城県に所属する第11飛行隊、アクロバット。飛行チームの愛称ブルーインパルス。1964年の東京オリンピックでは、国立競技場上空に美しい五輪を描いたことでも有名です。また宮城県だけではなく、東北の人々にとって、ブルーインパルスは、平成23年3月11日の大震災からの、復興の象徴の一つとも言える存在でもあります。当時、松島基地に、ブルーインパルスは1機しかありませんでした。近々に迫っていた、九州新幹線開業イベントに合わせて移動させていた機体があったからです。東松島市に押し寄せた津波は、一機残っていたブルーインパルスをはじめ、格納庫にあった他の戦闘機等もすべて水没させてしまいました。そんな苦難を乗り越え、松島基地へブルーが帰還したのは、大震災から2年後の平成25年3月でした。地元東松島市の人はもちろん、他の町の人たちも、ブルーが帰ってきてくれたと喜んだそうです。さて、そんなブルーインパルスは、航空自衛隊の中でも、抜群の注目度を誇る。いわば、花形で約10名のパイロット、飛行班と約30名の整備員。そして、総括班員からなるチームです。そのブルーの顔とも言うべきパイロットはファンも多いのだとか。いわば憧れの敵ですから、毎年、全国の部隊から志願者が殺到するそうです。しかし、そのパイロットになるために必要な選考基準は技量だけではありません。
関係者によると、選考基準は3つです。もちろん、飛行の技術に優れていることは必須ですが、チームワークが重要ですから、協調性があること。そして、航空自衛隊の広報任務も担っていますから、社交性も大切です。とのことでした。そういえば、2013年、TBS で、空飛ぶ広報室という新垣結衣と、綾野剛主演のドラマがありましたね。この松島基地が舞台となったドラマでした。大勢の地元の人がエキストラとして参加し協力したそうです。さて、ブルーインパルスのパイロットの任期は約3年です。最初の1年は TR、訓練待機として技術習得の年となります。また、展示飛行を行うときは、解説の担当をしたり、本機の後部席に搭乗することもあるそうです。次の2年目は、OR、任務待機として、実際に機体を操縦し、展示飛行を行います。そして、3年目になると、展示飛行を行いつつ、教官として後輩である TR メンバーに技術を教えることになるのです。単純に考えると、任期を長くすれば、もっと技量を向上させられるのではと思われるのですが、ブルーインパルスパイロットは戦闘機操縦者としての任務も合わせ持っていますから、それぞれの部隊で活動できるように3年の任期にしているということです。ブルーインパルスは6機で編隊を組み、約50種の演目ごとに、1番機から6番機までが自分の飛び方を毎日訓練しています。例えばあるパイロットが5番機付きになったとすれば、先輩の5番機パイロットから徹底した操縦法が教え込まれるそうです。ブルーは6機編隊ですが、1個人は1機専門のパイロットということになり、1番機のパイロットが他の機体の操縦法を教えられることはありません。この操縦法は時代劇によく出てくる。秘伝や奥義を自分の子供や弟子の一人にしか伝えないという一子相伝の技術なのだとか。ここで実際のパイロットから話を聞きました。5番機を担当して、3年目の源博史明3等空佐によると、1年以上、先輩から5番機専門の技を叩き込まれ、昨年の夏にデビューができました。今年は3年目なので、後任者に技を継承することに力を入れます。とのことです。5番機は、1機のみで行うソロ科目が多い花形の位置にあり、万が一1番機にトラブル発生の場合、残りの機体を統率するという重要なポジションを占める機体です。そんな重要な機体を操縦する源博史明3等空佐ですが、全国各地を回った経験からすると、飛びやすい地形と飛びにくい地形があるそうです。山が多い地形はやはり飛びにくいし、だからといって平坦の場所では
目標物がなく、旋回の目安がないということらしいです。基地である東松島市は、海岸に沿った場所で取り立てて高い建物は、ありません。でも、隣接する石巻市には、日本製紙の工場地帯がありますし、適度に目安のある適当な場所ということなのでしょう。東北復興の一助として、震災の年から6年開催された東北六玉祭りでも、ブルーインパルスは、その勇姿を大空に羽ばたかせてくれました。2度目の東京オリンピックが開催される2020年。ブルーインパルスはどんな素晴らしい羽ばたきを見せてくれるのでしょうか。楽しみですね。